で羽生結弦 22ANA は4回転ジャンプで転倒するなどミスがあり、フリー3位の 187.37 点、総合293.90 点で優勝。男女を通じて史上初となる4連覇を成し遂げた。宇野昌磨18、中京大はフリーで自己ベストを更新する 195.69 点をマークし3位。羽生や宇野を上回る4種類の4回転を跳ぶネイサン・チェン17、米国が SP5 位から巻き返し2位に食い込んだ。世界選手権2連覇中のハビエル・フェルナンデス25、スペインは4位だった。ループを決めた羽生に加え、フリップを決めた宇野、そしてルッツとフリップの両方を決めたネイサン・チェンと4回転新時代の幕開けとなった今回の GP ファイナル。試合後の会見では、まだ誰も成功させて始めた頃からの僕の夢、いつか試合で入れてみたいと目を輝かせた。みんなの声。誰かが4位を飛ぶのは時間の問題だろうね。それが羽生であってほしいけど、新人が一か八かで取り入れてくる可能性は十分あるね。今回は優勝したけど悔しかっただろうね。ちょっと前までは4回転1回飛べるだけでもすごいことだったのに、すごい時代になったな。ネイサン・チェンの台頭はさらに羽生結弦の成長を促すことになるだろうな。4位か、見てみたいけど、体にかかる負担もそれだけ大きいだろうな。このところ急激に難易度の高い4回転ジャンプに挑む選手が多くなって、選手生命が短くなっていくのではという心配もある。どの選手も無理だけはしないで頑張ってほしい。4連覇すごいとしか言いようがない。4位は人類の夢、ぜひ成功させてほしい。現時点でもすごいけど、今後もどんどん進化していくだろうな。宇野選手もすごいと思うし、レベルが高い。羽生選手よかったですね。ネイサン・チェン選手という新たなる強敵が現れて、羽生選手は強い敵を糧にどんどん進化して強くなれる選手だから、今後の試合がまた楽しみで仕方ないです。練習してる選手は複数いるかもしれないけど、実際今まで1回でも着氷した選手っているのかな。さすがに練習の中身まで報道されることはないから知りようがないけど興味ある。昔プルシェンコが練習で降りていたね。バクチすぎるから試合に入れる気もなかったみたいだけど、羽生はグランプリファイナルまでは体力持つけど、その後がまだ世界選手権は一度しか優勝してない。今度こそ世界選手権で優勝してほしい。4位は膝の耐久が大丈夫なのかな。羽生選手が引退した時、もうスケートは見ないでしょう。それぐらい人生に影響を受けた人です。
マジで4回転アクセルってつまり4回転半ジャンプってことでしょ。できたら脅威だよね。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。